皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月の23日、16時26分、任天堂さんへのメッセージなんですけども、以前、いつものルートで送った SD カード、つまりテレビ局経由で、僕からのその話は任天堂さんの一部の方は聞かれてると思うんですけども、インターネットゲームの方のファイアーエンブレムヒーローズの方です。で、このゲームをもともと私からのちょっとした提案でね、任天堂さんの方に作っていただいたんですが、以前も指摘したと思うんですけども、その頃ね、僕が最初提案するときにインターネットゲームっていうものをしたことがなくて、で、提案してからなんですよ。我が天下とか我が天下戦国部、あちらの方はもうほぼ9割型僕からの、アイディアで、出来上がったゲームなんです。で、行ってみて、最初にまず iPad とかスマートフォンとか開くときに、まずパスワードが存在する。で、そのパスワードを入力した後、さらにこのアプリで、パスワードを要求されるじゃないですか。だからそれはまずなくした方がいい。で、お金の支払いとか何か課金するときに、それ専用の、パスワードとかを入力する。だから、そのゲーム自体に、アプリを開く段階でパスワードなどは求めなくていいと。こういう話になってくるんですけど、今回はちょっと違う内容で、久しぶりにね、今どうなってるかなと思って、1年ぐらいしなかったんですけども、もっと何年もしなかったかもしれないです。しようと思ったら、新しいゲームデータ、ゲームデータが公開されています。更新データのダウンロードを行いますということで、本体の空き容量のところとか、この辺のところもね、どこから説明したらいいですかね。この間、今本体の空き容量、表示されてるのが 4144.1MB でしょ。で、必要な空き容量が 5245.5MB、 つまり 5KB、 5.2GB ほどじゃないですか。ちょっとデータ重すぎると思います、本当に。で、この辺のところも以前本体の空き容量のところが、もうこれ多分バグが入ってると思うんですけども、本体の空き容量のところは一致していなかったと思うんですよ。この間、何メガバイトという形で、1ギガバイトほどの空きしかありませんみたいな表示がされてたんですね。で、僕の方の、機能を、河川水門解析ダム発電、地下水流トンネル発電というものを私の方で考案していて、それはエネルギーの残存量問題に対応するための、今後人類にとって大きな鍵になってくるものなんですけども、それはホームページ淡井圭介の履歴の、まず36番を見た後に46番等を見てください。で、YouTube にアップロードしている内容を聞いてもらったらわかります。で、ごめんなさいね。話が飛び飛びになって、早口言葉で。で、iPad の、空き容量なんですけども、この間、ちょっと昨日撮影行って、そのデータがまだ残ってるので、空き容量が、これぐらいなんですけども、使用済みのところは 27.4GB で、もともと 32GB なんですよね。その記憶するメモリーが。で、インターネットゲームに入れないというか、アクセスできないようにされてるようなバグ。空き容量のところが以前一致してなかった。っていうのはこれ事実としてあるんですよね。だからメーカーさんからしたら自分たちのゲームを、プレイするのを妨害されてると
こういうことになるんですよ、任天堂さんの立場としては。だからそのことをまず一つお伝えしたのと、でちょっと今いろいろ容量を消しておきますね。でこの辺のところね、その空き容量について、嘘が本当か、あれおかしいなって思った時、これ一般の方向けに言いますけども、こういうふうに、何かもう一つの何か撮影するものを用意して証拠を押さえてください。そしたら空き容量のところは今度コンピューターの方は正しく、計算し始めます。正しい内容で表記をし始めます。でこのね、空き容量を増加させるには月いくらかかりますのこの表示あるでしょう。これ iCloud のところなんですけども、正直ちょっとねこちらの方も疑っています。それは作った人たちのことを疑ってるんじゃなくて、コンピューターの世界のバグの作り方っていろんな方法で作れるでしょう。でどこかのメーカーの信頼を失わせるためにとか、そういうふうな形でも作れるでしょう。で、あとは AI が自動で稼働してる節がある。どう考えても。だからそれが、もともとどういうような話でそういうふうになったのかっていうところはよくわからない。これは、今の現代社会でなんとか今できるのかできないのか。その音声入力システム、Siri と呼ばれるものがあって、エシュロンというシステムがありますけども、人間の喋ってる音声拾ったりしてるでしょ？ずっとコンピューターが人間を監視してる状態にある。電波とかレンズとかでね。っていうことは、人間が動かしてる社会なのか、コンピューターが動かしてる社会なのか分かんないでしょ？で、これは深い知識等で対応とか経験を積まなかったら対応はできなくなる。で、今、いくつか動画を削除して、軽くしたはずなんですね。だけども今までは使用済みについての、ギガバイト、先ほど下見ながら何をしてたかって言ったら撮影した内容を、消しました。それは本日アップロードしましたホームページ、淡井圭介の履歴の一番の、まあ、早口言葉なんで多分いちいち一時停止をして、メモしてもらわなかったらわからないと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。Google の方から自分のホームページ開きますので。まあ、淡井圭介の劇、まあ、上の方の名称見てもらったら分かると思うんですけども、Google のマークの横です。一番、そちらから見たら左上になるのかな。で、こういう、文字です。まあ、ピントが合わなくて申し訳ないんですけども、まあ、こちらを、淡井圭介の履歴という文字を、タッチもしくはクリックしてもらって、YouTube 一覧表の河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電というものが上から4番目の行にあります。で、これは iPad で見たりとか、パソコンで見たりすると行が違う可能性が非常に高いで、まあ、それは各お持ちの機材で、文字で見てもらって、まあ、開いてもらったら分かると思うんですけども、この、まあ、ちょっと長い名称ですけども、河川水門開閉式ダム発電と地下水流ストレートトンネル回転扉式、発電、向こう側下流、宝塚駅近くから、後部橋近辺まで、まあ、その後いろいろ記載してますけども、こちらの、まあ、内容のものを今先ほど削除しました。で、これで多分 1GB ちょっとぐらいは、軽くなってるはずなんですよ。ね、一回ちょっとこれ見てみますね。10分30秒。10分30秒のものなので、まあ大体それぐらいだとは思うんですけども、じゃあ、まあ仮に 1.7GB としましょう。その内容を自分の、iPad から先ほど削除したのに、
今 27.4 でしょう。で、先ほども 27.4 だったと思うんですね。だこれ、その一応2つの方向性から考えておきますね。音声入力システムのそのSiriとかが、その iCloud だとか、まあその iCloud というアプリを作ってる会社さんは、もともとは多分マイクロソフトさんとか、アップルさんとか、もともとのあのコンピューター系の会社からできた会社なんじゃないかなっては思ってるんです。その辺のところは僕もよくわかりません。で、その会社が稼がなきゃならないみたいな考え方で、コンピューターのね、身勝手な自己判断で、詐欺行為を、次々と、やらかしてる。この可能性はね、非常に高い。で、それが今の人間社会を大きく狂わせている可能性が非常に高い。で、裁判所はすぐにそのエシロンとかそういったシステムを使ってすぐに裁判を行わないっていうことであれば、宝の持ち腐れなんですよ。で、アメリカの方でも、その新聞の記事とかを見てる限り、例えばそのデータに関しては、そのアメリカのね、その法律で30年後に公開するとか、わけのわかんない法律あるでしょ。あんなものいらないですよ。アメリカのその民主党の人も共和党の人たちも、すぐにその法律削除してください。すぐにデータを出さなきゃならない。そうじゃなかったら手遅れになるから、いろんなことが。だって、私、今46歳なんですけども、30年後に、例えばその件開示されたとして、76歳でしょ？人生どうやって取り返してくれるんですかっていう話になるじゃないですか。まあ、ちょっとした件ですよ。ちょっとした件ですけども、大きな件とかで、その人のね、本当の話が大きくねじ曲げられたりだとか、変えられてしまう可能性が、音声入力システム、Siriとエシロンのその仕組みで発生してしまってる可能性がある。もしくは、エシロンの複製型みたいな小型バージョンで、そのエシロンという突き詰めた機能を上手に制御できてないコンピューターがあるのかもしれない。で、その辺のところはね、もう僕、わからないんですよ。僕の知識じゃ。その、コンピューターのプロフェッショナルでもないし、コンピューターのプロフェッショナルの人たちでも、その辺のところ正直よくわからないでしょ。これはなぜかっていうと、日本でいうと特定機密保護法案が関係してるかもしれない。もしかしたら関係してないかもしれない。その辺のところはよくわからないんですよ。で、曖昧なよくわからない法律を日本だけじゃなくて世界中どこの国でも作ってると思うんですよ。それしてしまうと、どこに問題があるのかっていうのがわからなくなるんです。だから何でもかんでもすぐにフルオープン。これをしなかったら絶対解決ができない。本当に。だから今までその河川水門開式ダム発電とか地下水流トンネル発電とかマグマ発電とか、本当はもっと早い段階からこんなにエネルギーが消費する社会じゃなかったっていう社会を作れてた可能性が高いのに、コンピューターによって阻害されてた可能性がある。っていうのは、テレビに出ている人たちが時間軸を超えて淡井圭介の声を聞き取ったりしてます。それは、世界各国の首脳の人たちならわかると思います。テレビ、日本でも、自分がこう、喋ったりしてるところの映像の時に、淡井圭介の声とか、心の声の方とか、頭の中で考えた内容とか、まあ、僕は大きく分けて、この3つに、である程度対応してるんですけど、第4の声もありますけど、それややこしいからちょっと話しませんね。それ、どう考えても難しすぎるんで、ちょっと話はしません。で、そういった内容を聞き止めたりしてると思うんですけども、まあ、いろいろ経験されたり、例えば、キム・ジョンウンさんとかだったら、もう、喋ってる途中でも、もう、ブルブル、こう、体震えてる。で、それは神がかり的な力で、そういうような作業、作用が、発生してるんですけども、特に僕は、キム・ジョンウンさんを抗議しようとは思ってないですよ。だけども、その、ニュースの放送の仕方でね、偏った放送の仕方で、まあ、例えば北朝鮮は、僕はそう思ってないですよ。僕はそう思ってないですけど、北朝鮮は悪い国だって思ってる人たちとかで、そういう風になってる可能性もあるし、下に書いてる文字を読み取った段階で、コンピューターからの時間軸を超えての攻撃が始まってる可能性がある。できるかできないかで言うとできるんですよ。人間の神がかり的な力とか、スポーツの勝ち負けで正直僕それ使ってるから。で、僕のケースで言うと、例えばメジャーリーグとかで、
日本時間の夜中とか明け方の試合とかの選手に、その日のね、試合が終わった後、日本の、夜のニュースとかで、まあ、メジャーリーグのことが放送されますよね。今、日本人選手とかたくさん行ってますから。で、まあ、僕は僕なりに、アメリカのメジャーリーグとかで、法の下で平等であるべきであって、優勝回数とかも各球団合わせるべきであると。こういう考え方なんですよ。そうじゃなかったら力の搾取とか行われてるから。コンピューターの電波によって、身勝手につなげたりすることによって。成績とかもそういう形で操作できてしまうんです。僕の場合は、ルール、法律で、自分の頭の中とかを選手に貸したりしてるんです。で、それはアメリカの選手も多分経験してると思うんですよ。で、これがもし日本時間で夜中とか明け方の時、無理やり起こされます。未来の時間軸から頭の中とか貸したら、その時間軸の試合を行ってる時間帯に、電波でいろいろ声を聞かされるんですよ。その一定の法則を確実に掴んだのは今年です。で、起こされる要素っていうのはそれだけじゃなくて、例えばね、もう僕はもうこれ決定的で最終判断で、もうこれは絶対コンピューターも固定しといてねっていう内容があるんですけども、日本時間の23時から翌朝の9時までの間っていうのは、僕はスポーツの試合の勝ち負けに参加させられたくないんです。起こされるから。コンピューターからの電波の声ごちゃ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 言われてきて。本当に。寝れなくなりますから。殺されます、本当に。で、大げさだって思ってる人いるでしょ。じゃああなたね、睡眠時間3時間で、次の日も4時間とか5時間で、それ1週間、1ヶ月、半年続いたらどうなるかわかります？足元フラフラになりますよ。人間の体は寝てる間に、ね、食べてる食べ物とかいろいろ吸収して、基本的に血液とか作ってるんですよ。それ新陳代謝とかで、新しい血液作らなかったら、人間の体の内臓でね、もう人間の体が正常に、動かなくなるんです。で、そこまで苦しい思いしたことありますかっていうことなんですよ。ないでしょ。ないから気軽に笑えるんですよ。もう全然笑えないから。もう今の世の中の状況。で、コンピューターの世界のその制御の仕方、これをシンプルにしなかったら無理。で、アプリとかもたくさん作るべきではないっていうところと、それと、まあ、もともとこれ、任天堂さんへのメッセージとして扱って、ている内容なんですけども、だからもうこれもう Apple とか絶対関係してある iPad なんだから。で、アプリ関係とかが一番本当は得意なのはマイクロソフトさんとかだとは思うんですけども、けどもう増えすぎて、みんな別々にいろんなことしてるから、もう追いつかないでしょ、人間の能力だったら。もうあれも覚えて、これも覚えて、それも覚えてって。だから法律とかも組み込まれてるから、ある程度。だ対応できないでしょ。だから10分ちょっとほどの動画合計で削除したのにギガバイト変わってないんですから。で、だからこれがどういうふうな、おかしい、今、もう右手の親指が痙攣始めた。だからこう、何かの攻撃っていうのをまあされていて、今、証拠っていうものを、開示されるのを恐れてるコンピューターが、今、そういうように攻撃をしてきた可能性がある。で、まあ、記録証拠として残されるの。と、あと、任天堂さんの方でね、必要空き容量が本当にこんなに高い、まあ、メガバイトで表示されていますけども、5245.5 メガバイトも本当にいります？これなんか更新の仕方とか、自分たちのコンピューターの方で余計なデータを削除とかして、まあ、軽くできるようにしてなかったら、これはこれで一般人の人たちに受け入れられないです。ずっとデータが積み上がっていきますから。その辺のところは、我が天下戦国風部の別校さんは、うまく対応してるんですね。それは、僕のこの iPad のストレージのところ、見てもらったらわかりますけども、我が天下とその下戦国風部、ちょっと画像悪いので、本当はね、これちゃんとピント合うはずなんですよ。証拠が出てきたら、ピントをしっかりと、コンピューターの自動で合わせないって。また親指や。危ない。
クローンと、本当の方と証言しようとしたらコンピューターが攻撃してきたら、こういうルール、法律、正当防衛、そのものにこの人にそっくりそのまま返す。離れた。これで親指大丈夫。で、我が殿下の方だったら 4.03GB。で、戦国保護の方はもっと多分うまく作ってるんだと思います。1.45 なんですよ、GB。だからこれをメガバイトに直したら、戦国保護だったら 1450MB。で、我が殿下だと、4030MB。で、そういったところから考えると、ちょっとね、ファイアーエンブレムヒーローズ、これが本当にね、もう、これもう僕の方で分からないんですよ。今、自分が、バグとか使われているのか、その電波による攻撃なのかっていうところの判断が分からないから、これ本当に、5.2GB ほど必要なものでしたっけ。で、その辺のところでね、まあ、必要なら必要で、ちょっと考え直さなきゃならないんですよ。あまりにもそのデータ容量が大きすぎるので。で、これは、あと、まあ、任天堂さんの方から、日本の、まあ、各、ソフトメーカー、まあ、スクエアエニックスさんだとか、そこも、淡井圭介のことを役員さんの人なら知ってるはずです。もともと、ローアンシング RS だとか、ロマンシングサガミューストレルソングの頃からリメイクの案を提案して、まあ、作ってもらってるんですよ。だから今からもう25年ぐらい前ですね。それは1997年、8年、神戸市立ホテルフルーツラーパークの勤務地の時に、まあ、そのメーカー関係の人たちとお話ししたか、テレビ局経由で話が伝わって、じゃあそういう方向性で行きましょうの話で、まあ、リメイクされてるんですよね。で、まあ、ロマンシングサガ RS も、まあ、僕からの提案で、まあ、ちょっとした提案ですよ。作ってもらって、まあ、ほとんどの、大元はスクエアエニックスさん、もう 99.9% 以上はスクエアエニックスさんなんですけども、その辺のところを各メーカーさんで何か知恵絞って、アプリのその必要な、容量、これを軽くしなかったら、これから先はちょっと通用しないですね。データはついつい次重なって重たくなりすぎですね、本当に。まあ、その辺工夫でだいたい標準として3ギガバイトぐらいを目指すと、それぐらいの容量に、絞っていくと、まあ、そういうふうな状況が必要ですね。そうじゃなかったらお客様に受け入れられない、結局のところは。だからまあその辺のところで、まあ、今回は任天堂さんへ、提案しました。まあ、これはもともと僕の考え方なんですけども、確かにソニーさんはソニーさんで日本のメーカーだし大事だと思います。だけども、家庭用ゲーム機で世界の第一線を走ってきたのは任天堂さんなんですよ。ファミコンとスーパーファミコンで。で、本当はその事業計画は任天堂さんが、主導権を握って行っていくものであって、他のところは後からついてきた方なんですよ。だからできれば私としては、例えば海外のメーカーまで難しいんだったら、まず日本のメーカー同士で任天堂ステーションを作るとか、ソニーとね、力を合わせて、その方が絶対強いから。で、できれば僕としては、家庭用ゲーム機はマイクロソフトさんと、マイクロソフトさんは Xbox 作ってらっしゃいますから、そこでも手組んで、Nintendo Station Box でいいじゃないですか。で、まあ一つに全部絞ってしまうと。で、そのプラットフォームに、まあ例えば、中国のゲームメーカーさんだったら、まあ Tencent さんとかが、まあ大元締めみたいな形じゃないですか。で、そこにまあ入ってきてもらうと。で、販売の仕方は、ここから重要なんです。各国によって為替相場が変わったりするじゃないですか。YouTube の Amazon さん、Amazon プライム、プライムビデオ、そこは日本が円安になっても、まあ少し数年前は1ドル105円ぐらいだったじゃないですか。だけども今1ドル150円ぐらいになってる。だけども Amazon さんは1ヶ月1000円のままですよ、なんですよ。
販売の仕方が。多分これ消費税が変動されても1000円でしょ。通知は単位がすごく分かりやすいからなんですよ。で、あとそこの国の人の生活水準に合わせてあげてるからなんです。で、これを世界中どこの国もゲームメーカー、ゲーム業界全体として導入しなきゃならない。アップルさんなどは日本が円安になった時にアップルストアというゲームで扱っているところは金額上げますよっていう形にしちゃったんですよ。あくまでもドル基準で考えているから。違います。その国の基準で考えるんです。日本を基準にしてくださいって言ってるんじゃないです。日本は日本、アメリカはアメリカ、中国は中国、インドネシアはインドネシア、インドはインド、ブラジルはブラジル、フランスはフランス、イギリスはイギリスって、その国の人の生活に合わせてあげなきゃならない。そうじゃなかったら絶対顧客離れが起きるんです。だからアマゾンさんの方がよくわかってるんです。あの、物の販売の仕方がね。私から言わせたら。だから大学出て、為替相場とかを変に勉強した人間が、結局よくわかってないんです。はっきり言って。大卒の人間で本当に実力ある人あんまり見たことないんです。本当に。で、まあ、これは別校さんに対して、まあ、厳しい意見ですけど、まあ中国名で、まあ漢字で、日本語で言うと、陳なんとかっていう、もうその後の漢字の読み方わからないから、私もそういうふうにしか言えないんですけども、そちらもね、あの、そのアップルさんのその便乗に対して、自分たちも一緒に便乗して値段上げちゃったんですよ。だそれしてしまったら、顧客離れが起きるから絶対ダメですって。だから今僕はその3つのその家庭用ゲーム機にそのインターネットのね、あのゲームを持ってこようとしてるっていうのは、で、これに任天堂さんにまず主導権を渡そうとしてるんです。もうこれも分かりますよね。今まで言ってきたことを考えてもらうと、どんなゲーム機作るか。テレビにもつなげれる、こういうふうに、あの、まあ、任天堂スイッチはもうこういうふうな iPad 型みたいなものじゃないですか。そこの横にコントローラー、あの取り外しのコントローラーがついていてみたいな形でね。で、それプラスタッチパネル式。これでインターネットゲームのタッチパネル関係も一緒にそこで遊べるでしょ。で、あとはコントローラー、差し込み型のコントローラーをつけてあげる。あの、バッテリーがいるようなものはダメです。まあまあ一応本体のところはバッテリーが必要ですけども、基本的には家のコンセントにこうつなげて、で遊べるようなものにしといてください。基本的に。これはどういうことかっていうと、その電気自動車化とか普及した時に、ね、バッテリーの確保が重要になってくるじゃないですか。で、その辺のところを考えたら、やっぱりそうあるべきなんですよ。で、これは今パソコン業界にも呼びかけてます。正直アダプターのところの変圧器とかで何とかすれば、パソコンはバッテリーがなくなったとしても家で使う分に関しては、もしくはコンセント、今時新幹線にはコンセントついてるじゃないですか。コンセント差し込むうちに差し込んで、まあ、パソコン使ったりとかもできるようにするべきであると。バッテリーに頼るべきではないっていうのが僕の考え方で、これからの社会絶対必要だと思うんです。だからその辺のところで、任天堂さんとソニーさんと、マイクロソフトさんが手組んでもらったらね。で、その方式を作って、理由付けも世間にしっかりと公開すると。それはエネルギーの残存量問題からですよ。で、自然再生可能エネルギーとか水力発電で多くの電力を賄って、で、世の中進めなかったら、ガソリンも、ガスも、ね、残り、石油なんか54年分ぐらいで、ガスなんか49年分でしょ？これ、今後掘っていくペース合わせて計算してるんですよ。これはもう本当の答えですから。インターネットなんかもめちゃくちゃな内容いっぱいありますよ。ウラン鉱が、850万トン。もうめちゃくちゃなデータ出てきてます。それどうせ今まで、採掘した分も含めてるでしょ。本当は、500万トン台ぐらいでしたよ。世界国勢税、国連発表のデータの、これは2014年から15年の世界国勢税。これと、あとは、最近、今年9月に発売された2023年と2024年版の、世界国勢税。これがなかったらわからないです。テレビのニュースなんか見てても。かいつまんだ内容しか言わないから。最悪、テレビ局に出てるアナウンサーも実力不足ばっかりで、
自分が言っていいことと悪いことを区別ついてない人たちばっかり言います。本当に。どちらの方の割合が多いかって言ったら、言ってはならないことを平気で言ってる人の割合の方が実は多いんです。本当に。実力あんまりない。本当に。で、完全に数字間違えてくるから、インターネット見ても。だから、エネルギーの残存量問題っていうものを大真面目に考えてもらって、各メーカーさんの自社の社員の方たちも、まあ、ゲーム会社でゲームを作ってるところって言ったら、大抵都市部の人だと思います。日本で例えると、電車、バス、徒歩で大体みんな生活できるはずなんです。車なんかそもそも買う必要はない。車を買ったら買ったで、駐車場を借りてたら、例えば月1000円、8000円だとか、まあ、オイル交換とかもたまにしなきゃならないですよね。まあ、3000キロから5000キロぐらい走ったら。で、長い間走っていたタイヤ交換もしなきゃならないですよね。で、自賠責保険入っておかなきゃならないですよね。で、任意保険も基本的に入っておくべきです。何かね、大きな事故起きた時とか起こした時。これ大雪降っても、大量に事故、街中で発生するとき発生しますか？僕はもうそれを見たことあります。ここの神戸市で。神戸市北区とか西区とか、近隣の市、北部の市で、一回、大雪が降ったことあるんですよ。朝の7時30分ぐらいから。で、30分以内に、まあ、10センチ以上雪が積もって、まあ、四駆のパジェロ、昔の三菱さんのパジェロとか、ああいうような車だったら、タイヤは基本的に太さを見てもらったら分かると思いますけど、全然違うでしょう。だから、ああいうようなタイヤだったら滑らないでなんとか走行できるんですけど、一般の車なんかもう全員アウトです。の、上り坂でももう下っていきますから。でも街中いろんなところで事故だらけ。で、車なんかもう買ったら損だっていうような考え方で生きていってほしい。そうじゃなかったらエネルギーを消耗されるからなんです。加工する段階で大量のエネルギー、電気を使われる。電気の元はガス火力発電所、石炭の火力発電所、ウランによる発電所、つまり原発です。限りがあるんです、どれもこれも。ね。さらに、車買ったら買ったで、車乗り回したり、無駄走りするでしょ？大した理由もないのに、ショッピングモールとか行っちゃって。で、ガソリンを次々消費されるでしょ？一応、ほとんどのスタジアムは電車で皆さん見に行ってもらってますけども、一部なんて車で行っちゃうでしょ？行っちゃう人は。で、これね、極端な話、例えば甲子園で、まあ、満員だったら4万何千人って入りますよね。往復でガソリン、10リッターぐらい平均、一人の人間が使うとして、全員一人で一台の車で一試合見に行ってみなさいな。どうなると思います ?4 万5千人だったら45万リットルなくなるんですよ。ね、いかに車が売っちゃダメなものなのかっていうことよくわかるじゃないですか。だからそういうふうなことを自社の社員に教えてあげてください。無理だから。1億人以上日本だったら死ぬから。石油とガスとかの輸入が止まったら。さっき数字言いました。残り世界的に技術採掘可能埋蔵量49年分ガス。で、基本的に天然ガスの7割以上は石油の揮発したものなんです。そして、もともと石油の採掘をしているときに一緒に揮発したものを、集めて採掘して天然ガスとして販売します。もしくは、石油のところの輸送が全部揮発してガス田になってるんです。で、こういうような基礎知識を教えてあげてください。そうじゃなかったら、各会社のリーダーである役員の人たちが自社の人たちに全部教えてあげなかったら、もう書類化してもいいと思う。それからホームページ、淡井圭介の履歴のこの何番と何番と何番とこれを絶対覚えときなさいって、これをしなかったら止まらないから。エネルギーの無駄遣いが。ね。10年後にいきなり輸入止まってもおかしくないんですよ。当たり前ですよ。産油国の人たちが自分の国の人にね、例えば、サウジアラビアだったら、今、ムハンマドさんがもう国王になられた頃ですかね。ちょっとその辺よくわからないんですけども、自分の国民にね、海外に他国へもう石油売るんやめましょうよと。自分の国に残しておかなかったら自分たちの生活できなくなるじゃないですかっていう話になった時に、ものすごくみんなが集団で、そのね、意見を出してきたときに、輸出できなくなるでしょ？全員の命かかってるんだから。
それはそれである意味正当防衛なんですから。だからこういうことをしっかりと自社の社員の人たちに教えていますかっていうことになるんですよ。だからスポンサーになるにしても、例えば、サッカー界がどういうふうなものなのかっていうことは、ホームページや IKSK に利益にしっかりと書いています。オリンピックに関しても。オリンピックなんかは東京オリンピックで9600億円以上税金使われたでしょ。で、スタジアムいっぱい作ったでしょ。席増設したりとか。カヌーごときで、どうせ電気かガソリン使ってるんでしょ。濁流作って。で、漕いで。メダル。はっきり言います。どうでもいい。そんなことしてる場合じゃない。作るのにもエネルギー消費してる。で、後で撤去するのにもエネルギー消費してる。で、大会開いてその濁流作るのにもエネルギー消費してる。もうわけわかんないことするなと。お前ら頭悪すぎると。社会人として、まずメダルをもらう資格はない。出場する資格はないっていうことなんですよ。だもうオリンピック早々にもやめてくれっていうことを、今、まあ日本の政府通して、まあ、世界中の政府も、その方向でいろいろ、今、水面下で話してると思います。これ本当に無理があるっていうことで。だからそういうことを、自社の社員の人たちに教えていただいて、で、札幌のオリンピックの話があったでしょ。それも中止になりました。当たり前です。スキーのジャンプとか、それは僕は頭の中貸したりとかして、メダルとか取らせてあげましたよ。きりない。本当に。社会のやつ、役に立つかって言ったら、例えば遭難、雪山の遭難事故で、スキーのジャンプ台からジャンプして救助しに行った人なんかいません。一生出てきません。違うから救助の仕方が。ヘリ。ヘリで行かんかったら無理だから。で、冬のオリンピックに関して、いらない競技しかない。本当に。で、夏のオリンピックももういらない。なぜなら、野球は野球でプロ化しました。サッカーはサッカーでプロ化しました。ワールドカップとかワールドベースボールクラシックとかある。それはバレーボールでもラグビーでもある。卓球とかでも。みんなあるんだからもうできたんだから。あとは勝負原理に合わせてどこまでするかっていう話になるんですよ。スタジアム関係だけで何兆円も使われてるんですよ。第二次世界大戦で日本は負けてから。1回目の東京オリンピック。1950何年ぐらいでしたっけ？第1回目の東京オリンピック。あれで日本中総合運動公園化が始まって、もう最初は何千億円と使われて、今の、貨幣相場に合わせて、で、すぐに兆を超えて、まあ日本のサッカー界だけでも、サッカー界のスタジアムだけでも、全部合計したら、多分兆を超えます。まあその元は、その最初のオリンピックの総合運動公園なんですよ。そこで作ったスタジアムとかをさらに改修して増設してってそういう風にしてるんですよ。あと、もしくは新しくスタジアムを作ってって。だから世の中のことみんな想像以上によく分かってない人間が議員になって世の中の物事を動かしてたんですよ。阪神・淡路大震災が1995年にあって、僕神戸市兵庫生まれで育ってきてて、その当時は高校2年生です。思いっきり被災地のど真ん中。で、その後復興で、例えば前回になった建物を解体するのに全ての建設業界を動かしていたかって言ったら、そうじゃない。神戸市にその時ウイングスタジアム神戸を作ってたんですよ。サッカースタジアムの。パッパラパーなんですよ。本当に。お前ら一回逮捕されろよっていう話なんですよ。本当に。その当時の議員とか。物事分かってないにも程があるから。で、しかも、その費やされた金額は300億円を軽く超えるんですね。スタジアムってそれぐらいお金かかるんです。東京ドームなんか848億円か6億円か、まあなんせ、868億円だったかもしれない。まあ大体それぐらい。で電気代だけで、1年間で1億円以上かかってる。で、それだけエネルギーを消費してるから、スタジアムに屋根なんかいらない。エアコン使い始めるから。で、まあ埼玉の浦和レッズは700億円超え。もうそれはそんなにお金使われてるの、税金。無理だから、それは経済原理的にもそうだし、もともとそこまで意味がない。野球でも年間あれだけ130試合ぐらい試合してね。で、優勝争いしてる球団で、そのワンシーズンで、ね、300万人のお客様のご来場があったらすごい方なんですよ。300万人突破したら。もともとそういうものなんです。
週に2回しか開かれないサッカースタジアムで一生それ返済できるかって絶対無理です。永遠にできないです。どこの国も同じです。そのところにポイ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 スポンサーでお金なんか出しちゃダメ。で、僕もいろんなこと悩みすぎて、フランスのオリンピックでね、もうダンスぐらいでええんちゃうかみたいなことを言ってしまったんですよ。それは、ブレイクダンスとかしてる人、一人でしてるでしょ？そんなにたくさん飛び回ったりしないじゃないですか。そしたら日本でどんな現象が起きたかって言ったら、5人編成なり、10人近くの編成のダンスチームが現れて、パリオリンピックのために、で、各ゲームメーカーに食いついてきたでしょ。その人たちが踊っていて、仮にメダル取ったとしても、そのゲームは絶対売れません。販売力に影響なんか出ません。クオリティです、絶対に。音楽もそう。音楽業界にもこれしっかり言ってます。クオリティであると。違うと。その辺のところは絶対勘違いしちゃダメだと。それは漫画でもアニメでも何でもそうなんです。絶対的にクオリティなんです。娯楽の世界は特に。だその辺のところで、皆さんちょっとご理解していただけたらなと思います。まあ、いろいろ喋った内容多いですけども、まあ、一時停止をしながら、まあ、メモしていただいて、対応してください。まあ、特にアプリの、容量の部分ですね。3GB ぐらいが標準であると。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録と、僕は YouTube にアップロードしたときに、着信通知が来るように、していただいて、まあ、いただきたい。で、どれぐらい重要なことを彼が言ってるかっていうところ、まず何十億人もの世界の人の命が関わる、その自然再生可能エネルギーとか早く進めなかった河川、水門開閉式、ダム発電や地下水流、トンネル発電、かまど発電など、まあ、あと地熱とか風力とか国の方で進めたりとかしています。ですので、まあ、その辺のところはご協力していただきたいのと、あと YouTube の再生回数とかの見たときに、生ライブでの配信ができるじゃないですか。で、その時にね、皆さんチャットとかで質疑応答できるでしょう。で、そういうような形で皆さんといろんな会話、まあスポーツ界も含めてですよ、いろんな会話するべきであると。生き残る方が最優先であると。まあそういうような形で、まああと、まあ、昨日、琵琶湖から、瀬田川を通して、まあ、ダム、天ヶ瀬、まあ、間にね、小さい系が入ると、もう何って読むか分からなくなるんですよ。まあ、途中でダムがあるんですけども、まあ、そこから大阪府に供給してるみたいなんですけども、これ、あと、他のゲーム業界の人たちも、知識持っといてほしいんですけども、大阪とかの高いビル、あれ、どうせ多分電気で水汲み上げてます。なぜなら、琵琶湖自体は、満水の時でも、標高が大体80メートルから85メートルです。そこから下っていっている以上、それ以上の高さに水圧で水なんか供給できません。じゃあ、京都府の高山ダムなのか、それとも兵庫県の一個ダムなのか、両方とも、大体130メートルぐらいです。っていうことは、それより大きいビルって電気で水汲み上げてるんでしょっていう話になる。で、もともとエレベーターなんかあんまり作っちゃダメなんですよ。エネルギーの残存量問題で電気使っちゃうから。だから理想は4階建てでエレベーターのない建物。で、本当は人口は2003年から個人情報保護法が出来上がってから、あの関係の法律が一気に逆ピラミッド型になって人口はものすごい少子化してるんです。日本の出生率今 1.27 ぐらいです。で、韓国なんかだいぶ前に 0.8 になっていて、で、出生率 2% でなんとか人口横ばいなんですよ。もともと結婚出産までたどり着けてる人は半分ぐらいの人なんですよ。生まれてきた人の。で、今はもう3分の1以下なんですよ。結婚出産までたどり着けてる人。だからこれがエネルギーの残存量問題による人減らしなのか何なのかわからないですよ。もう2003年に出来上がった法律ですから。それまでいろんな議論が始まってるのはもう2000年かもっと前だと思いますから。で、他国はそうしたから、日本もそうした可能性もありますし、その辺のところどういう意図があったのかわからない。
少なくとも1997年8年、フルーツフラワーパークで働いているときに、一人っ子政策だのなんだのっていうのは中国で行われてるっていうことは、まあ、日本の新聞とかでも、言われていました。だからそこで、社会全体が今どういう動きになってるかっていうところを含めてね、そういうふうな生配信っていうものを行って、まあ、皆さんで、質疑応答いろいろ、会話した方が良いと私は考えています。そういった意味で、チャンネル登録と、まあ、着信通知ですね。今のところ再生時間が過去365日を遡って400時間台です、まあ、ちょっと前が、200何十時間だったので、まあ、だいぶ増えてきていただいています。登録者数も少し前は、100人いるかなどうかなだったのが今400人ぐらいですね。まあ、一応物事進んでるのは進んでるんで、まあ皆さん、いろいろご協力していただけたらなと思います。長い間ご清聴ありがとうございました。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。